こんにちは。本日は11月2日第一土曜日でございます。土曜の正午はあなたが主役。ああ社長、今綺麗な人歌ってましたね。あれね、はい、3週間ぐらい前にフルコーラスで、あのゴッドギャンブラー小西の YouTube 流してるんですけど、今日で大体ね631回、あそうですか、いい方ですか。まあ年齢にしてはいい方じゃないですかね。若い子ならもう一つ周りがついてるんですよ。あのね、うちの孫がね、あの一番下の孫が今中学1年生なんですよ、それであのそういう話をしてましたら、私にママって、マチコマって言いますからね、マチコマ、今ね演歌は売れないんだよって言うんですよ、今はね若くて踊ってこう歌える人でないと、もう演歌で売れよったらね。いやいや、昔から言うじゃないですか。そうですか。あの、私は最近知ったのそれよ。歌は世につれ、世は歌につれ。それ何を言いたいんですか。演歌が流行ってた時代っていうのは僕ら知ってるわけですよ。はいはい。今と全然違うでしょ。まあ、そうですね。携帯なかったでしょ。ないです。その頃は。はいはい。もうね、ないですないです。何もない頃なんですよ。はい。でもっと世の中が、あの暗かったんですよ。はい。ただ経済なんていうんですかね、発展をする。時代に入ってくるわけじゃないですか。そうすると希望が見えたんですよ。はい、で今演歌好きな人っていうのはみんな高齢者なんです。そうなんです ね。で、まあ、前の番組は僕言ったかもしれないけど、我々の年になる、もう70超えてるわけですよ。そうですか。そうすると生きる未来はあるんですよ。未来はある。将来がない。全く僕ら将来がないから、年寄りはもうやる気がなくなるんですよ本当に。テレビ見て寝る星じゃないですか。70歳以上の星。あ、だから珍しいんですよ。もうね73歳でね、まだ歌を歌ってるわけでしょ。売れもしない歌を。でもね毎日生きがいになるんですよ。やっぱ他の周りの年寄り見てくださいよ。スタッフの皆さん何か言って。彼らはまだ若いから。若いから、ね、まだ何かあるとかね、何とかなるとか、思える将来がある。はい、我々ないよ、全く。全くね、あるなんか将来ないです。あと何年生きれるかなって計算してる。はい。何年生きるどころか、例えばね、健康年齢が80とするじゃないですか。だって見えるじゃん、80超えた自分っていうのはもう動けないと思うんですよ。ね、寂しいですね。ということはもう7年ぐらいしかないでしょ。ただね、6年ぐらいしかないですよ。何ってことは本当そうなんですって。でもこの年でもね、頑張れるんだから。急にガクッとくるんですよ。そうですか。頑張る。いくらサプリいっぱい飲んだってダメなんだからね。だから我々の将来というか希望はね、日賀野さんのとこは、最近ほらひ孫さんが生まれたじゃん、それにそれなんですよ。
生きる、まあね、生きがいはね、生きがいはね、うん、はい、もう自分にないですよ、生きがいなんてもう、まあ、それしかない。本当言われいくらもう塗ったくったもうダメなんだこれだと3時間ぐらいかけてね、塗ったくってきたんですその無駄さ加減の時間はもったいない、もったいないね、ほんとほんと。でもね、ほんとひ孫が生まれてね、よかったですよ、命名の日とかね、いろいろなんかね、きちっとね、やってます。ひ孫をこう経験できる人ってそんなたくさんいないと思うんですよ。ですか。だって孫までです。そうですね、うん、ひいばあちゃんって言わないとばあちゃんに見える？見えるに決まってるじゃんどうですか皆さん。見えます。見えます、うん、そうですかね。もうどうやったって無理だなと思います写真を撮ってこうやって修正するしかないですこれは素ですよね、マネちゃん。まあまあそういうね、くだらないし冗談って、まあ、あんま面白くないですよ、ね、はい、はい、次行きましょう、はいはい、ところが選挙行きました。はい、行きましたね、先週の日曜日だった、はい、期日前に行ったんですが、当日、当日、あ、はい、どうですか。ダメでしたね。なんかね、うん、戦後3番目に悪いんだって。でしょ、投票率が、まあ、期間も短かったっつうのありますか、うん、それはありますね、うん、だからね 53.85% なんだって、投票率、投票率がで10代、うん、まあ、18からできるじゃないですか、はい、投票、はい、10代の投票率が 43.6%、はい、でも平均より低いんです、まあね、もったいないですよね、自分たちの未来がかかってるんですよ、将来、うんうん、これで投票行かないっていうことはもうどうでもいいっていうことなんですよ。国が決めたことに従うしかないですよ、うん、でもね、今回の選挙で行けば必ず変わるっていうのはみんな分かったと思うんですよ、うんうん、で例えば和歌山1区二階俊郎さんの三男が出たわけですよ、うん、二階王国ですよ。僕は前から言ってるように、はいはい、そうでしたね、若いパンダがいっぱいいたりとかね、うんうん、もう親中派ですよ、備中派というかね。その三男が出て、で世耕さんが自民党から除名された世耕さんが対抗馬に出て、ね、だから世襲議員とそれからあの裏金議員の戦いでここは世耕さんに勝ったんです。そうでしたね。ここに二階王国が崩れていくんです、うん、和歌山一区のね、あの住民はいい投票しましたよ。ここ本当にもうあの選挙区で注目されてたんですよ。あとね、神奈川15区、はい、これはね、あれですよ、河野太郎通ったんです。デジタル大臣、そうそうそう、はい、あの大変なタイトルやってたんですよ、あいつ、はいはい、コロナ あのワクチンの時は自分が絶対責任持つって言ったんですよ。大丈夫だと、お前何人殺してんだって話ですよ本当にで、ね、12万票も取ってるんですよ、河野さんがね、うん、神奈川15区、はい、ここのね、選挙民どうなってんの、はい、やっぱりで2位がね、うん、これ社民党だったと思うんですよね。ものすごい差があるんですよ。10万票取ってない、もう何万票、3万9000か、これぐらいの差があるんですよ、河野さんと。河野さんとこってずっと代々あれじゃないですか、あの大棋士ばっかりじゃないですか。で今回こんなやつをなんで通すんだと、もう言いたいよ、神奈川中国の住民に、なんて入れるんだあんなやつに。これね、国民投票というか全国で投票やって、絶対衆議院議員にしたくない議員をペケ打てって言ったらあいつ通らなかったよ。もうそのぐらい大変。あと広島行く岸田、ああ、はい、なんでこんな何も日本にいいことやってないやつが通るんだっていう話です。そんな選挙が、面白い選挙がいっぱいあったんです。岸田だって10万票通ってるんですよ。あとね、本当に面白かったのは公明党代表と副代表が落ちてるんです、ね、石井さんでしたっけ。そうそうそう、これやっぱりね、僕昔から知ってたんですよ。自民党がなんで公明党と連立組むんだと。俺は自民党ずれてずっと入れてたんですけど、なんで公明党がね、公明党の支持なんか全くしてないですよ、私は、うん、連立組んだおかげでもう親中派ばっかりじゃないですか、公明党なんて。であの日中友好議員連盟の面々見てくださいよ。公明党も言ってるよ、もちろん共産党も言ってますから、うん、自民党も二階とかいっぱい言ってるじゃないですか。
あんなやつはみんな落とすしかないんですよ、うん、ひどいですよこれね。でもね、今回の選挙で若い人みんな分かってほしいのは、公明党の代表と副代表が落ちてるわけです、うん、だから絶対自分たちが行けば変わる、世の中変わる。だから本当に行かなかった人はもったいないですね。ああ、そのぐらいですから。それと自民党でも投票前に、あの、まあ、萩生田陣営のあれ2000万渡したということは暴露されたでしょ、共産党から。ということはね、公認されてるって言ったらみんなもらってるんですよ、2000万。あそ、何人公認されてんの、あそこ。だ、何百人ですよ。かける2000万にしてくださいよ。政党交付金が自民党160億ぐらいいってるんです。その中から出るわけです。で、この政党交付金っていうのは我々の税金なんです。もういい加減しろって言いたくなるよね。でね、今回はあの裏金議員は、うん、あの比例代表に重複できなかったんです。小選挙区に出たらあの比例代表は出さないと、これ当たり前、これがいいんです。僕が社民あの立憲民主党のことをむちゃくちゃ言ってるのは、うん、今回もあの野田さんだったから、あのほんわかムードで、うん、ね、あの選挙で勝っある程度勝ってるわけじゃないですか。これがね、例えばね、辻元あんなやつがもっともっと目立ったら、あいつの悪行いっぱい知ってるわけでしょ、みんな。あと枝野、うん、あいつも全面出なかったでしょ、今回は選挙の時には。あれが出てれば、あの二人とか蓮舫とか出てればもっと落ちてます。え、枝野さん埼玉市から出てますよね。通ったでしょ。でも通った、うんうん、でもやっぱり野田さんがいっぱいテレビに出て、うん、もうなんていう の政権を取るとかね、いう話をしてたわけじゃないですか、はい、あの印象が強いんで、地元では枝野とかいうのは強いんでしょうけどね、うん、辻元なんか犯罪、あれ刑事告発されてるでしょ。なんであんなやつまで置いとくの、うん、だからね、うん、立憲民主党も誰もね、入れるとこがもうみんななかったわけです。僕だって今回自民党入れてないもん、うんうん、入れるとこがみんなないから、うん、どこを入れようかなと思ってやってたわけですからね。で、まあまあ、あの、あまり知らない人はこう入れてるわけですけどね、まあ、そんな選挙だ、非常に面白かった。面白かった、うん、それとね、うん、もう先月も言ってたんですけど、うん、あの都知事選の時から僕は言ってたんですけど、この投票済証っていうのもっと拡大できますか。これを今回も僕はもらったんです、はい、これね、言わないとくれないので、やっとね、投票前日の夕方のニュースでいろんなとこで報道してたの、こういうものがありますと。で、これをあの加盟してるお店がいっぱいあるわけですよ。で、そこで例えば 5% 割引とかね、あの卵1個プレゼントとかあるんです。これみんな知らないの。知らない。で、僕あの期日前に行ってるから、26日土曜日行ったので、投票してから忘れてしまったんですよ。で、それが5分後にあっと思い出して、もう一回帰ってあのもらうの忘れたと。そしたら止められるんですよ。でも俺5分前来ただろうっていう話をして、行ってもらったんです。もうなんでみんなに配んねえんだって言ったら、絶対言わないからね、選管の人は。こういう、これは何のためにやってるかというと、投票率上げるためにやってるんですよ。だからこれはね、もっともっともっと告知しないとダメ。で、もっといろんなところの加盟店が出ないとダメ。で、これをもらうと、あのこれの有効期限っていうのが1日2日なんですよ。長くて4日ぐらいかな。だからね、これね、もっと投票率を上げるためにみんな一生懸命なんでしょうけど、こういうのもっと告知すればいいですよ。だからいろんな、もうネットで調べてもらって分かるんですけど、いろんな企業が参加してるから、いろんなもののサービスを受けられる。ほとんど田舎の人は知らないんじゃないの、地方の人は。初めて見ました、ああ、うん、で、やってる地域とやってない地域もあるみたい。投票済証、これはね、来年また参議院選挙ありますんでね、ぜひとももらってほしいですよね、はい、はい、てなことで、はい、続きまして、はい、あ、もう競馬先行っちゃいましょう、はい、はいはい、競馬コーナー、
私の競馬コーナー、ちょっとね競馬も考え方を変えましてですね。どういうふうにですか？これね、これ菊花賞、はい、とりあえず馬は的中で、三着がね、あの11番いるでしょう。11番、はい、うん、鮫島湘南プランター、はい、これと竹の馬がですね、もうゴール前叩き合いなんですよ。で竹の馬は僕も外しちゃってたんで、まあ、鮫島が来りゃいいなと思ってたんですけど、そうすると3連覆も当たってるわけですよ。ハイトもあんなもんだったかな確かね。まあまあやっぱりルメールはうまい、うん、ルメールこれで一番人気じゃないですよ。あ、そうなんですか、うん、でも強いんですよ、まあ、だから僕入れてたんでね。で騎士もうまい、やっぱり1着2着っていうのはやっぱりほらもうトップジョッキーが来てるわけですよ。ルメールと戸崎とかね、ルメールね、うん、で3着は竹でしょ、うんうん、やっぱりこういう大きなレースは、うんうん、みんなのお金が動いてるから、例えば馬主とか、うん、で調教師とか騎士とか、これなんか賞金奥ですからね、そりゃもう普通のレースに乗るよりもこっちに力入れますよみんな、ね、はい、それでは明日、はい、今週だけが G1 ないんですよ、狭間で、はい、これはアルゼンチン共和国杯、東京府中であります、はい、で今日雨降ってるでしょ、はい、今日一日ずっと雨なんですよ、はい、明日もまあ馬場が悪くなる、それでとりあえず5頭を選んで、もう軸馬がわからないのでボックスでいきます。生まれも10点、単連服10点で、まあ普通に遊ぶ分には1点100円買えばいいんで2000円で済みますんでね。でちょっとねもう本当にまあまあ当たるんでお金を貯めようかなと思って、競馬でとりあえず10万ぐらい、ね、目標にして旅行のお金タクシーしよう。そうですね、今度行かれますもんね、あ、そうそう、はい、ね、はい、もう来週ちょっとまた人吉に帰ってきます、はい、ね、本当に、楽しみですよ、温泉入って ね、はい、まあ、そんなところでございますね、うん、絶対これ面白いですよ、どれだけババが悪くなるか。僕16番あたりがいいなと思って、で1番のミクソロジーの三浦なんて必ずこういう時には前行きますからね。こんな雨が降ると前行かないと、追い込めないと思う、ね、楽しみですね、はい、はい、ということで終わりです、はい、それではですね、はい、今日のゲストさんはですね、はい、なかなかね、はい、今までね一応自称プロの人がいっぱい出たんですけどね、歌手の人が、今日はですね、うん、日賀野さんと非常にこう、はい、日賀野さんが歌手になる前からお付き合いされてた方なんです、はい、ちょっと写真をループで流して、はい、その間にゲストの方入ってもらいましょう、はい、ビデオで本日は遠いところから、はい、どうぞ、はい、埼玉市中央区在住の西宮きめです。今日は特別にマチコママさんのマチコママさんじゃ失礼します日賀野マチコさんのファンの代表として来ました。よろしくお願いいたします。すごい、来月から MC お願いします。恥ずかしいですね。日賀野さんと知り合って何年ぐらいなんですか？もう30、40年ぐらい、40年ぐらいですね。そうですね、小学校、はい、お子さんの一緒で小学校さんと同じクラスでね、まあ、ママ友ですよね。そう、ママ友から始まったんですよね。そうなんですよ、はい、でももうね、この人は人に幸せを与える人、そんなことないです。幸せババアって呼ばれてそんなことない。ママからのパワーいただいてますから逆に、うん、に僕ね、うん、初めてお会いした時、前も言ったと思うんですけど、うんうん、美人なんですよ。美人なんです
ね、うん、僕は八千草香織さんって昔の人は知ってると思うんですけど、まあ似てるなと似てる。そこで言うんですよ、いや全然違う違う、もう惚れんなよって言っていやいやいや、私でも若い頃はね、うん、自分で言うのもあれですけど、うん、あの高田瑞恵って言われたんですよ。ああ、そっち、あの、うん、目当たりがね、はいはい、中国に、うん、ね、うん、お嫁に来た時に、うん、そう。でも今もどん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 ね、ひどい全然デブになるし、いやいや顔はしわ増えるし、いやそれはね、まあ、年相応でしょうがないんですよ、ね、試合の数では負けてないんで、もうはい、今日はね、ケチョンケチョンやられます、ね、うん、そうですか、はい、いつもケチョンケチョンされてて、ね、もうね、いいコンビです。大体今は週に何回ぐらい会ってるんですか、うん、2回か3回会ってはね、あのですね、はい、モーニングコールがあるんですよ、はいはい、仲間で、はい、でまず今日は何食べるから始まるんです、はいはいはい、おかげさまで2人ともブクブクになってしまいました犠牲者までいっぱいいますけどねもうどっかのファミレスあたりでこう集まって、うん、ね、よく言いますもん、ファミレス行ったら、そう、まあ、そういう主婦連中そうだと思います、ね、はいはいはい、ご主人様安いね、お弁当使ってね本当にもう申し訳ないとは思うぐらいですけどね。もうでもさ、私たちの年齢になるとみんなもう引退してるからね。でも毎日何を喋るの、うん、そうやってあって結構あるんですよね、そうそう、話すことがね、うんうん、ないんだけどあるんです、サプリのこととか、いやそういう話じゃないけどなんかね、旦那の悪口とかね、いや人の悪口はね、あと先何年とかね、そういう話、それが多いです、それがぴったりですよ、うんうんうん、マチコ様はそう、私はそれ ね、うんうん、本当にそうそう、もう本当なんだろうね、この年いくとね、そういう話ばっかりで、まあね、あと人生短いとかね、そうに言う方も好きなことして、もうね、それは食べね、美味しいもの食べてね、うん、そういう話ばっかりですよ、うん、本当に。でも西宮さんは今現役で仕事も頑張ってらっしゃるんでしょ、うん、そうですよ、今老人ホームに16年目に働いてます、はい、すごいよね、そう、もうね、同じような仕事だから、うん、まあできるんでしょうね、多分ね、いやでも大変な仕事ですよね、うん、大変だと思います、そう、一応調理補助だけど、はい、私の場合はもうミキサー専門で今、はい、もう刻みから何、はいはい、ほら一口、はいはいはい、常食っているでしょ、はい、で私はミキサー専門で、人助けじゃないですか、そう、ご遠征で亡くなる方いっぱいいるから、ね、そうですよ、もう ね、だからもう変な話や食殺がちょっと消えたなと思うと、はい、入院して、はい、もう本当にあの世行っちゃったのかなと思う、食殺って何ですか、うん、食殺ってここにほらお名前書いてあるでしょ、 ああいうのほら置いとくじゃないですか、それでたまにプッとなくなるときあるんですよ、でも1週間ぐらいもうないと、ああもうこの方入院しちゃったのか、あの天国行っちゃったのかなと思うんだけど、まあ、まあね、あの今何名ぐらいこう今うちの方の栄養者さんっていうのかな、栄養士は 4,5 人ですけど、 あと私の働いてる現場は調理師入れて何してやっぱ8人ぐらいかしら、 結構でかい、ね、あと病院と併設だから、で病院の方の食事の方は180人ぐらい、あらで私の方のは D サービスの方は特養のね、はい、そこが60人ぐらい、それでも60名ぐらい、そうそう、そ朝昼晩、そうですよ、あらもうそれで朝の方はね、はい、あの5時から来てる、私よりちょっと年配なんだけど、すごいですよね、そうね、バイクで殺生木の方から、はい、5時ぐらいから入って、はい、1人でやってるんですよ、2人のところ、素晴らしいなと思って、そうよね、私たちは2人で組んでやってますけど、でもその人はもうベテランだから、うん、もう本当に栄養士も何も言えないで、ご飯なんか何合だけでやるんですか、ね、こんな大きい釜2つぐらい炊くんじゃないかな、あとおかゆとね、60人分ですもんね、そうで、ほら病院の方も運ぶから、180人ぐらいだから、多い時はすごいですよね、赤いすぎて肩をやられたんですよ、そうそう、もう最近ねもうね70過ぎるとね、もうこの前はね、この前はね、なあの顔がすごいんですよ、もう本当に社長にはもう見られないから、ひどいんですよ、ひどいんですよ、うん、もう見せられないから、おたふくおたふく、そうだよね、そしたら主人がね、うん、扇風機おばさんって言ってね韓国のあでも、うん、食事はそこでもされるんでしょ、そう、夜はね、まかないをね、いただいて、
そしたらもう栄養士も入ってんだな。うん、うん、そう、ね、そうそう。ふくよかになりましたよ最近、うん、ますますね。もうね一緒にね誘われますから。もう本当にね週に多い時で3回か4回。だから人に言えませんよ。はいはい、もう言ってるからみんな聞いてる。もう本当にねお友達がもうだから私がもうよくほら、うん、でなんかバイキングっていうかさ、はい、あのドリンクバーが多いでしょ。あいレストランって、はいはいはい、音もおね、うん、お茶ばっかり飲んだと、あ仕事中でトイレ来た、あまた西宮さんランチですかって言われる。そうだバレちゃうんですよ。でもやっぱり人柄です。まあまあそれはありますよ、うん、でないとね嫌な人は誘わないよみんな、うんうん、明るくてね。そ週に何回もあってよ、うん、むちゃむちゃ長いんでしょこう例えば 3,4 時間はいるんでしょ。そう大体でも2時間行って3時間 ね、 そ, うね、うん、それで仕事の時にたまたま誘われてすると、はい、あもうね3時から仕事だそんなシフトですよね。そう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 休みの時ね、うん、大体ね休みの時、まあ、何たってね明るいんですよ、はいはい、明るいもねトイレの100ワットだね、うん、そうあトイレの100ワット無駄な明かりって言うんですよね。いやそれだけ明るい。お二人とも埼玉市の中の与野でしょ、うん、そうですよ、ね、いつも行ってるから与野とか、うん、まあ私は本町とか越谷だから生まれはね、うん、そうそうそう、うん、で嫁いで与野。何が違うんですか。何が違う。越谷あのね言葉のイントネーションとかちょっと違うみたいな。そう同じ埼玉でも、うんうん、でもなんか前腰が嫌いって言ってましたけど。あそうですか。あらいろんな人種がいるからね。ダメよ名前言って腰がやって私なんかもうほら腰がの本当にあのカエルの合唱やるところのところでずっとあってるからゲルもうねネギが有名でしょ。でも腰がネギ深谷ネギ深谷ネギも、うんうん、あとで腰がネギってあんま知られてないんだけど。そうそうそう意味がすごいですよ、はい、さつまいもそうなの。さつまいも芋の洋館があるからさつまいもとかそうね、うん、だから結構ネギとかね、うん、さつまいもとかなんだろう小麦が埼玉か小麦が取れんの埼玉って言ってましたよね。あ、まあ、埼玉のどこか、ねうん、そうそうそう、うん、言ってましたよ。それでこちら世の中に突然来られた。そうそうそうものすごい豪邸なんですよやっぱり。いやそんなことない。もうマチコさんはそうに言うけど全然もうほんと出会ったのがまあねそういうところに来たからしょうがないんですけど、うん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 、まあ越谷のお嬢様、はい、電波といっぱい持ってら、はいはい、持ってられる家庭から世のでまた地主さんに追い面来たんですよ。そんなことないですよ。そういうこうね運命だったんですよ、うんうん、そうなんです、うん、いやこれで顔が変だったら美人だからまた行ったんですよね。今日よかったね。いや旦那と出会ったのが運命で、うん、もう最悪だったかもしれない。どこで出会ったんですか。大宮です。え大宮埼玉じゃん。そう大宮で行動範囲が埼玉しかないですから。旦那さんもね素敵な人。越谷から私がまあ一人でアパート住んでて、うん、まあまだねまだ結婚する前ね、はい、大宮にバイトカレーショップさん、はい、そこで、うん、そこへあれがまあ主人が学生の時に来てた、はい、それがたまたま、うん、まあね、うん、みんな若いお兄ちゃんばっかり。そういう時は何あのちょっとカレー多めに入れたりしてたんですか。お肉入れたりして何十年前の話してるね。本当よね。もう、まあ、でもね、だから誰が出会い大体聞くのよねみんなね。まあね、どこで知り合ったの、ね、そうだね。だからもうそういうこともう何十人に喋ってるけど。そう。でも31日にねうちでイベントやったんですよ。はいはいはい、あのカラフルパネットさんの歌謡ショーをやったんですけど。旦那さんとね久しぶりにお会いしたんだよね、うん、ちょっとね、うん、人が足りないとかやったのも私ね、うん、じゃあもうちょっと行くって言ったら、うん、じゃあお前にこれは任せますからって言ってこれで出てもらってお友達とやっぱり社長さんね、うん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 、出ていただいて、まあ、何でも協力してくれる、うんうんねまあね、素晴らしいと思いますこの今あれでしょ、うん、ほら施設回られてるのはやっぱり西宮さんの力も借りてるわけですよ、ねうん、もちろんですよ、はいまあ、たまたまねお友達がそういうところにいたり、うん、そこに入所してたりしてるから、うん、もうすぐもうどこどこっつって、うん、で庄司さんとマネージャーとね、うん、行ってもうカラオケがね、うん、ないところはダメだからね。あ、うん、あ大きいところあるんですね。そうなんですよすごいたくさんありますよ。なるほど、うん、いろいろな施設ね、うんすごいわね。そういうのもね、うん、全部調べて、
うちのマネージャー今度ここ行く安く行くよってね、うん、率先してってやってくれるんで、また、うん、私のお友達もまた顔のいい方がいたなんだよね、うんうん、弓座さん見てますか。弓座さん見てます、うん、ありがとうね。ねだからね結局何やっぱりそういう施設、うん、まあそこそこ大手じゃないですか、うんうん、そういうとこはいつもこうイベントをやられてるんですか、うん、やってるところもあるし、うもうねこの場合は ね、大道芸ちょうど、ね、やってますしてて、そう、こう、うん、見たり聞いたりしてる利用者の方はどんな反応されるんですか。あのね1軒目はね、はい、私行けなかったんだけど2軒目1軒目ですか、はい、ちょうどマネージャーと、はい、ママ私ちょうど行けなくて仕事、はい、そしたらもうやっぱり感動して泣いてましたって、はい、そうで素敵なほらドレス着てますでしょ、はい、でね声だってあのパワーある声でね、はい、素晴らしい声でだからもう感動してるみたいですよ。こうやって触ってくるのよね、ドレスをこう、うん、かわいいですピカピカ綺麗、はいうん、まあもうねちょっと子供さんみたいなね、そうですよ ね、 いいよね。だからね、うん、2回目の時だとあの、うん、なんかやっぱりほらなんかみんなああいうところに行くと眠ったりするとか、はいはい、もう 寝ないで、はい、もうパッチリ目開いてもうみんな聞いてましたって、うん、ママの歌。そんなところにもさよならあなたとか歌うの。えそこは考えてます。 それはやめたんです。さよならあなたと未練花は歌いこうそういう歌ばっかりですもんね、うん、そしたらねその、入居者のおばあちゃん、まあ、ちょっとしっかりした人が、はい、新曲を聴きたいどういう歌って言われて、うん、いやあなたの心を知らないなんてとかね、さよならあなたって言うんですよって言ったら、うん、あそりゃまずいね、もうすぐみんなさよならだからだね、本当ね、それだけ歌わないね。歌わないですよ。やっぱり祝い船とかね、うん、やっぱりちょうどね、うん、その歌分かってる方とばっかりだもんね、うん、でも本当、うん、居眠りする方いないわね、ママの歌を聞いてパワーある。今日ずいぶん褒めますね、褒めてですね、食事ごっそしないよ今日は。いつもいつも終わりか何をおっしゃってるいやでも喜んでくれて ね、うん、本当にいやもう皆さんのおかげです。よく声出ますよね、うん、本当ですよ、ね、素晴らしい声出すもん本当に。歌手ですからね。歌手ですから、とりあえずとりあえずその前なんかつけたいでしょえなんかつけたいでしょ、プロ歌手その前にいつも売れないですもうそれ聞いて楽しいんだな私もうそんなのは皆さん分かってらっしゃいます見てるもう、ね、でもねあのすごい人気なんですよこの社長とね、うん、このコラボ振ったすんごいもう楽しくいつも聞かせていただいて、うんね、聞いてるってありがとうございます。若い方のファンも欲しいんですよみんなね宣伝してるんですけど見方が分かんないっていうからそれが困っちゃうんですよ。そうこの人たち親切だから、うん、一人一人回ってこここうやってこうやって教えてくるんですよ。でやっぱそれでも分からない。あともうママのライブとかほらあるでしょ、はいはい、そういう時も、うん何時何時もういついつってもうメモしといてって言って、はい、もうイオンなんかでもね、うん、歌っても必ず10人までいかないけどもう呼んであげて、うん、そう一人でもやっぱりね、うん、多くさ来ていただければありがたいですもんね。本当に歌う方もね力入りますね、うん、そうです、うん、そうね、ガラガラよりもね。そう今度いっぱい入っていくから ね、 ね11月12月ねお願いします。はい借りましたよろしくねこの席を借りました、うんね、よろしくお願いいたします。頑張って呼んでください。お願い応援お願いしますあと数年しか歌えないと思うんで。そうねじゃないよ数年今社長おっしゃってましたからね、うん、そう声帯は一番残りますからね筋肉の中に、ね、そうもう手足がダメでも声帯が大事、うん、ですか。たまたまね、うん、昨日から BS で、うん紅白歌合戦やってたんですよ、それもね昭和24、5年、うん、第1回第2回、うん、あら一番生まれた時じゃない、ね、その頃は浅草でやってたんですよ、うん、あーと思って、ね、浅草でやってんのかと思って、あの頃はやっぱりね浅草公開会とか、そうそうそうだね、うん、そうだね、うん、やっぱ今 NHK でしょ、うんうん、あの頃は NHK だから、ね、見たもんだから、うん、やっぱ浅草が一番繁華街だったから、うん、浅草かと思ってやってて、うん、歌う方が出てる方が結構みんな年配なんですよ、うん、ちょっと裏声あの淡谷のり子さんのような感じの歌い方の人が多い、うんうんうん、
男性は男性でこうスーツ着てビシッとこうね、うん、立ってる庄司太郎さんみたいな、そうそうそんな感じ。そうだから声楽家の人が多かったのかなと思ってね。うん、そうですよね。ゆきさおりさんとかね、それはもっと後もっと後か、あ、そうか、うんうんうん、だからね、うん、私がその行ってすぐあのお茶を配膳するんですね、コップを、はいはいはい、その時にも YouTube かなんかでも昔の古い歌、フランク長いじゃないけど庄司太郎さん、はいはい、でもあの流してもちょっと今80ぐらいだからあんまりそういう古い歌はあんまりやかな興味ないのかなと思ったけど、どうなんでしょうね。80ならいいけど。そうですか、うんうん、80超えていかないとね、うん、完璧な母とか入れればいいよ。そう、歌ってましたよ歌ってました、うん、双葉ゆり子とか我々も70超えてるじゃないですか、うん、で育ったとこが違うと違うんですよ、うん、そうですね、うん、ああ、やっぱずっと演歌は田舎残ってるんですよ。僕演歌聞いてないもん。すいませんね、まあ、そうですか、もう聞いてないですよ、知らないもん、ね、でも今若い方に昭和の歌はすごい流行ってるんですって。そうなの。いい歌は残るんです。そうなんですよ、そう残る歌詞もいいじゃないですか。今の歌詞何がないか、サッポロ、私の顔見ないでだから今中森明菜とかねそういうのがそうそう、ね、それも昭和って言ってもそうなんですよね。そう80年代ぐらいでしょ、70年代だから今結構人気あるみたいですよ。あ、そう、うん、中森明菜とかそういう歌を歌えばいいんです。平野さんがもうね、時代にも合ってないしね、うん、そうね、そうね、あらちょっとやばいですね、うん、まあまあ、いいでしょうか。はい、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 どっからなってるんですか。切らないと、はい、平野さんのマネージャーの電話です、はい、仕事の電話かもしれない、オファーの。あのね、ちょっとね、あの抜けてるとこがいいんですよ。はい、はい、その間にね、ななさんという方からいただきました。まちこさん、小西さん、笑いが出るお話が今日も聞けず、今日は聞けないそうです、はい、コメントだけ失礼します。頑張ってくださいね。多分小坂芳恵さんだと思います。なるほど、はい、笑いがないですか。この方も西宮さんと同じです、はい、時間があれば見に来てくださるし、応援してくださってる、素晴らしいです。熱狂的なファンの方が結構いらっしゃいますね。まあね、結構集まってくれますよね。うん、そうよね、うん、でもこの方のおかげ。いやいやいや、西宮さんは歌わないですか。歌もいや、下手じゃないですよ。下手じゃない。平野さんの歌って何が一番好きですか。そうね、この前だからね、愛があれば年の差なんて歌ってって言われたけど、うん、もうサビの歌だけはできるけど、うん、そう、あれいい歌だね、うんうん、もう本当に歌決まってますよ、糸ゆかりさんとか、もう全然違うじゃないか、レベルがレベルが違いました、それは。これでね、小指の覚えで歌うんだ。もう30年歌ってますよ。いや、ああいうのは残りますよ、でも。まあね、ヒットしたのはね、うん、旦那様とかね、うんうん、歌詞もいいし、歌詞もいいし、今でもね、うん、AI で歌詞もできるそうです。そうですよ、曲もできますよ。そうですよね、本当に昨日聞いたよね、うん、うん、のあの素晴らしいよね。でもね、あの、うん、AI だから、うん、あれ統計なんですよね、うん、いろんなものをこう入れてるから、うん、それをコンピューターがバーッと選ぶんですよ、うん、文章でも直してくれるじゃないですか。でこれからの作詞作曲はどうなるんですか。いや、やっぱり自分でやるやつはやりますよ、うん、自分でやってそれを AI にぶち込めばいいですよ、うん、そうするとアレンジまでやるからさ、うん、である程度自分のオリジナルの曲を、うん、あの入れると、うん、全てが AI に任せるよりも絶対オリジナリティが出る、うんうん、だって何も入れなかったら例えば、うん、あのボサノバ調にしてくれとかね、スローにしてくれる、そういうやつをバーッと打ち込んでいくんですよ。そうすると AI が作るわけじゃないですか、元がないんですよ。だから自分で作った、まあ、4小節の8小節でもいいから、それを入れてその条件をいろいろ入れると違う、うんうん、だからね、使い方でしょうね。使い方、うん、うちの孫がね、あのひ孫に歌をプレゼントしたんですよ、はい、すごい、それを AI で作った。はいはいはい、すごいじゃないですか、うん、でそれを今日聞いたんだよね、うん、なかなか上手に作った。いいよね、うん、そう歌えばいいじゃないですか。そうです、じゃあそういう歌えばいいんだ。そう、ひ孫さん歌えばいいですよ、ね、オリジナルじゃん。そうですね、ひ孫、うん、できる方もこれからどんどん。ずいぶん今日はひ孫が敬語されますね。ひ孫さんよりもひばちゃんの方がいいんじゃないですか。
そう、だって娘さん、ね、ひーばあちゃんって言うんですもんね。ひーばあちゃん、ひーばあちゃん行ってらっしゃい。ひーばあちゃんならいいですよ、うん、ボケ老人って言うわけだ今日もひーばあちゃん行ってらっしゃいって言うんだねここちょっと5分ぐらいいただきます。はい、どうぞ。はい、ちょっとね、僕、はい、先月から、はい、あの忘れてるやつからです。人吉の方が詩吟で全国大武道館で2位に、うん、その写真をちょっと入れてもらいます、うん、これね、うん、全国詩吟コンクール決勝大会、これ人吉大、熊本大会、うん、九州大会があって選抜で行くんですよ、うん、東京の方へ、うん、日本武道館。これね、毎年選ばれてきてますけどね、うん、2位が今最高。次出してくれ。はい、これこれ。あら、この方、はい、すごいね。尾形道夫さん、うん、出ますの忘れた、今日やるよって。尾形道夫さんです。はい、すごいトロフィーですね、うんうん、この横に写ってるのは娘さんです、うん、あの女優さんですよ、娘さん。あ、そうなの、ね、うん、お綺麗な方だ、うん、すごいね。プロもね、こうなればいいね、うん、昔のようにね、プロもアマチュアも出て、うん、競うやつが、うん、これ一応ほら、うん、人吉では、うん、あのお師匠さんですから、ね、お弟子さんがいて、人吉新聞に載ったはずですよ、うん、あ、そうですか、うん、まあね、うん、素晴らしい。人吉からも全国大会行ってますから、ね、うんうん、この方ね、うん、昔ほらちびっこのど自慢ありましたね、あの時のグランドチャンピオン。あ、すっごい、歌うまい。で、この方出たんですか、ちびっこ。そうそう、うちのいとこです。いとこ、いとこ。あ、どこなんですか、この方。へぇ、じゃあ血筋なんですね、うん、うまい。そうですね、このお母さん、うん、踊るのお師匠さんだ。あら、なんかそんな感じの体つきって感じね。あ、いいとこですか。そうそうそう、ダメ出しを食らうんですよ、うん、歌うと。あ、そうあ、素晴らしい、ということで、ということで、はい、はい、続きをいきましょう。はい、はい、はい、あの、じゃあお互い、うん、はい、褒め合ったらダメなんで、嫌なところ、直してほしいところを一つ言ってください。直してほしいところ、はい、どうぞ、はい、私はたくさんありますから、ママからの、はい、ないです、ない、ありますよじゃあ西宮さんから、じゃあ3つ、うん、3つぐらい言ってもらいますか、ま、ママの、はい、まあ少しは、うん、なんていうか、まあ皆さん同じこと言うけどね、はいはい、結構同じこと何回も繰り返して、まあ、それは年でしょ、それは年でしょ、そう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 、ね、うん、あと、ママの言う悪いとこそんなにないですよ。ああ、いいとこもないの、うん、いいとこはたくさん、いいとこないんですいいとこあるでしょいいところ、うん、綺麗なとこかな、そうね言う分はただだから、いやいや、僕ね、うん、若いですよ、でも、いや、というかね、ゲストの方が出るじゃないですか、うん、で大抵女性が出たら自分より年下でしょ、うん、言うこと決まってる、うん、綺麗ですね、若いですね、ですね、いいですね、もっとボキャブラリーがないのかと、それはだってご挨拶ですよね、うん、そんな見て当たり前じゃないですか、見てる人は、もう聞いてていつも分かってます、はいはい、もうママでもいつも褒め言葉だから、みんなにね、それとね、うん、お金の感情しかしてしまいや、まあ、まず次々子や孫が生まれると、ひ孫まで生まれるとね、物入りですよね、いつもね、うん、またよって言うのよね、まあ、あるからね、できるんですよね、来ますね、クリスマスの正月、うん、はい、ね、配ってたら家吹っ飛んじゃういや、ほんと素晴らしいね、いや、素晴らしいのは西宮さんですよ。いや、私は素晴らしくないですね。西宮さんのところはお子さん何人いらっしゃる、だからもうしてないんですよ、結婚。あら、そうですか。ここで募集すれば。え、男の子、女の子。女の子、両方いるんですよ、うん、まあ。募集してもね、もう結婚、まあ、しないと思うんですよ。してみたらどうする、わかんないですよ、いや、西宮さんにね、社長ね、息子さんと娘さんがいらっしゃるんですよ。まあ、両方みんな美女だから。そんなことないですよ。だから、子供さんも、やっぱり、
いい感じの人、まあ、そりゃそうですね、はい、目鼻立ちが違うと思う、ね、だからぜひ、ね、あのね、うん、結局、はい、ん旦那さん、あの彼氏と彼女を募集してますって、うん、いやいやいや、もう何しろ、うん、自慢できるのは何にもないから、ママんとこの自慢はもうみんなに、私もよそに方に自慢してるけどね、あ、うん、あうちの自慢はない。ただ小さい頃はね、うん、ただ反抗期なかったですね、二人とも、うん、多分ねどちらもね一回逃してるんですよ、うん、そういう時期があったんですね、でも逃してしまうとね、一、うん、人の方が楽な時があるかもしれない。そうですよね、それあるかも ね今なんか特にそうです、今多いですよね一人がね、やっぱりね。でもインタビューでね、うん、モーニングショーかワイドショーかわからないけど、したら、うん、なんで結婚しないの、結婚しない人全部ゴロゴロいたの、うん、そしたらね、親の夫婦を見てると、うん、まあ、親を見てると、うん、幸せそうじゃないからっていう人が多かった、うん、あ、そう、そうね、そんなみんなそうじゃないの、うん、そうか、大体みんな喧嘩して、うん、でそういう人が多かったのよ本当に、うんうんうん、あ、そういう話したよね、うん、そうそうそう、でもここは違うんです、いや仲良すぎて子供が出たがらない、そんなことない、いやいや、そんなことない、それもあると思う、ただうざい旦那だから、うん、いやいやいや、いい方、まあ褒め合ったってしょうがないけどね、頑張りましょうね、そうね、うん、本当に、うん、まあまた来年、ね、うんうん、もうあと2ヶ月でしょ、そうですよね、うん、また一つ年取るあっという間ですよね、1ヶ月も早いし1週間も早いし1日も早いけど、うん、本当に早い、本当早い、もうどんどん誕生日迎えますわね。どっか体で悪いとこないんですか。体悪いところはね、病気とか、あ、内臓は丈夫なんですよ。ああ、じゃあ長生きする、もうただ頭と絶対足と、もうやっぱり足はね、やっぱり弱ってくるわね。ああ、内臓が強い人は長生きしますよ。そうですか。長寿だよね。食べるもん。おじいちゃんも99まで生きてたからね。主人の系列みんな長生きね。長生きして。でも西宮、うん、さんの場合はほら実家もみんなさん長生きでしょ。まあ、でも80代ですもん、うん、うちは。あ、まあ平均かね。まあ、ね、うん、そこまで生きればね、もう。ねえ。いいんじゃないの。もうそういう話は違う話題にしましょう。はい。そうよ。はい。もっといいお話を、はい、何を言うのかないですか、来年は歌はどういう活動されるの、うん、12月には2回のね、うん、施設、はい、うん、で今度ね11月も忙しいね、うん、忙しいですね、さっき話が出たように、うん、もう AI で作ってもらえば、あ、そのほらお孫さんでも何でも、いい歌だったね、いい歌だった、うん、お金かんないじゃんですよね、孫さんにお小遣いちょっとあげるぐらいで、うん、それでスタジオで撮るんですよ、それを、あ、さっきオープニングで流したような感じで、うんうん、そうしたらもう自分のやつでバンバン流せますよ、ね、今若い人はでもそういうことできるんですよね、そうそうそう、素晴らしいよね、送ってきたんだよね、うん、孫いっぱいおるんだから本当だよね、孫孫してるの、うん、本当に素晴らしい、いやでも幸せだと思いますよ、ひ孫まで見れるなんて ね、そうです、幸せですよ、この今一緒にいらっしゃるお孫さん、さくらちゃん、え、さくらちゃん、ちょっと電話で話したけど、はい、日川さんと、はい、万博行く予定だったんでしょ、はい、の英語の通訳に受かりましたです ね、もう万博どうなるんだろうな、ね、それ聞きたいんだけども、夢がいっぱいあってね、あの子は、うん、でも万博へ行くんだよね、うん、英語の通訳 行くっていうか万博やるのかね、まあ、それは来年4月ぐらいでしょ、はい、聞いてないです、すぐじゃない、ね、もうほとんどできてないでしょ、何ができてんだ、あ、パビリオン間に合わないんじゃないだよね、まだまだだったって見てる、うん、聞いてみます、自分もはい、異国とだけをね、うん、その後スペインに行くそうですから、うん、あ、すごいよね、うん、すごいと思います、あの子は、日川さんも一人佐渡だけにしてください、越谷とはい、なんか、まあまあ、もう間もなく番組が終わるんですが、はい、楽しかったです、西宮さん、西宮さん、あの感想を、うんうん、もう、はい、恥ずかしながら、はい、出していただきました、本当にもう、もう皆さんもう夢のようです、私、ま、もっと喋りたかったでしょ、いやいや、もう本当小西社長とも、うんうん、日賀の真知子さんの、うん、まさかね、こんなにでも本当にお呼ばれされると思いませんでした、本当に、皆さん、こういうファンの方がですね、地元にいらっしゃいます、ね、これからも応援、真知子様の応援よろしくお願いします、 ありがとうございます、本当にいつもお世話になって、はい、ありがとうございます、
現役、終わるかな、現役の歌手の、最高年齢を目指しておりますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、皆さんさようなら。さようなら、ありがとうございました。